行政徴用問題をめぐる判決など歴史問題をきっかけに安全保障、経済分野まで悪化している韓日関係を修復する突破口として期待された韓日首脳会談が結局見送られた最近まで韓日首脳会談は日本が G20 大阪サミットの主催国であるため自然に実現すると見られていた米国も北朝鮮の核問題と中国建制のための韓米日による安全保障協力の修復に向け韓日関係の修復を公に要 し,てきたしかし、韓日政府の綱引きが続き、略式会談すら開かれないという、最悪の状況を迎えた。外交関係者は G20 サミットの開催国との首脳会談が実現しなかったこと自体が衝撃的だとの受け止めだ。韓日関係が当面は悪化の一途をたどり、韓米日の安全保障協力にも悪影響を与えかねないとの懸念が高まっている背景に、反日、ハンムード 青瓦大、韓国大統領府は25日、韓日首脳会談が実現しなかった。 責任はは日本にあると主張した大幹部は会見で韓国は準備がででききてていいたたががが日本は準備ができていなかったようだ韓国が提示した解決策を日本側から拒否したと述べた。韓国政府が強制徴用判決問題で韓日企業が参加する基金を通じ徴用被害者に保償を行うことを提案したのに対し日本が拒否したことを指した発言だ。その上で日本が首脳会談を韓国に提案したことはない。韓国が会う準備はできていると言 言ったのに日本からは何の反応もなかったと説明した g20 サミット主催国の協力さを批判した格好だ青瓦台と韓国政府は日本が韓日首脳会談に消極的な理由について強制徴用判決問題以外にも日本国内の政治的背景があると見ている日本は7月21日に参院選を控えている与党自民党と安倍首相にとっては強制徴用判決慰安婦財団解散小会計のレーダー照射問題などで悪化した反感 ムードがある中で無理に韓日首脳会談を開けば世論の逆風を招きかねないと考えた可能性がある文在寅文在寅大統領も5月韓日双方が血を合わせなければならないが最近は日本がそうした問題をしきりに国内政治に利用し問題を増幅させており残念だと日本を批判した安倍首相が昨年2月の平昭五輪に際し金寄せ金ョンら北朝鮮の政府幹部が出席していたレセプションに遅刻したことも成果大を刺激 したとされる当時青瓦台関係者は行為に遅れてきて行事を妨害しようとしたのではないかという疑念も生じたと話していた。しかしアヤ大統領と青瓦台も韓日関係には消極的な姿勢だった。アヤ大統領は就任後初めて日本を訪れた昨年5月の韓中日首脳会談で一泊もせず日帰りの日程を組み日本の反発を買った。アヤ大統領と与党は韓日関係の修復を求められると過去と未来を切り離すと言ってきた。しかし 実際は親日生産を政治的に利用し感性民族主義だとする批判を受けた綾大統領は強制徴用判決について司法機関の判決に行政府が関与することはできないと繰り返すばかりで問題の行政的政治的な解決に取り組まなかった韓国政府幹部は強制徴用問題は三権分立以外に被害者の立場まで全てを考慮すべきだと述べた今月19日に韓国外交部外務省が韓日企業が参加する基金の相 創設を提案したことも、韓日関係の改善というよりは、韓日首脳会談見送りを念頭に置き批判を交わす目的だったとの声がある。ソウル大国際大学院のパクチョルヒ教授は、両国が関係改善の目標もなく、徴用賠償と首脳会談をめぐり、政治的に責任を転嫁し合ったために、こういう事態に至った今後の解決の糸口が見えないことが、さらに問題だと指摘した強行対応、青瓦大が主導、 韓日首脳会談をめぐり、青瓦大と外交部の足並みは揃わなかった。韓共電話、韓両法外交部長官は25日国会で韓日首脳会談開催について決定事項はないと答えたが、青瓦大幹部は開かれないと確定的に発言した。青瓦大が対日強行路線を主導しているとの見方がある。現政権で青瓦大のブレーンよりも劣る外交部長官の地位を象徴的に表す事件だったとの声もある。韓長官は国会で 韓日首脳会談はまだ公式に決定したものではない。日本政府は困難だと言ったのであって、公式に拒否したものだとは受け止めていないと述べた。国会で青瓦大の外交部パッシングではないかとの指摘が出ると、韓長官は外交部が相手国を通じて聞いていることと、青瓦大側のルートを通じて聞いていることは緊密に共有しているが、示唆が生じることがあり得ると弁明した。